海のギャングと呼ばれるシャチ。そんなシャチがある海域で暴れ回った出来事を知っていますか？どうも皆さん、夜と申します。今回は最強のシャチコンビについて取り上げていこうと思います。南アフリカ西ケープ州にあるガンズバイ沿岸はホオジロザメと出会える場所として有名な観光スポットでした。地元では檻に入ってサメを間近で観察するゲージダイビングが流行っていたほどで、世界中からホオジロザメを見にたくさんの観光客が集まってきていました。しかし2017年頃、2頭のシャチがその海域に現れ、事態は一変します。彼らは体に様々な傷跡を残しており、背びれが曲がっていたため他のシャチと違ってすぐに見分けがついたそうです。地元の人々は右側に背びれが曲がっているシャチをスターボード、左側に曲がっているシャチをポートと呼びました。シャチはホオジロザメやクジラ、イルカやアザラシを飼って餌にするのですが、このスターボードとポートは狩りがものすごくうまかったのです。2頭のシャチは数ヶ月の間にホオジロザメを襲いまくり、ガンズバイの海を荒らしました。これまでこの海域では数年間で2回しか姿を消さなかったホオジロザメたちでしたが、逃げたのか食べられたのか、どんどん数を減らしていきました。彼らが来て以来、ガンズバイの幅寄りには時たまホオジロザメの無残な遺体が打ち上がったそうです。ちなみにシャチはサメの肝臓や心臓を狙うため、シャチに襲われたサメは一目瞭然らしいです。研究チームによれば、2017年から5年半の間に少なくとも8頭のサメがシャチに襲われ海岸に打ち上がったそうです。遺体のほとんどは首元から腹部が噛みちぎられた状態でした。また研究チームは5年半にわたって14匹のホオジロザメを追跡したそうですが、ほとんどがガンズバイの海から逃げていったそうで、他のホオジロザメもガンズバイに近寄らなくなったそうです。専門家によれば、ガンズバイの海域では生態系がどんどん崩れていっているそうで、スターボードとポートが元の海に帰ってくれなければ衰退の一途をたどってしまうそうです。いかがだったでしょう。2頭のシャチ、スターボードとポート、強すぎるがゆえに迷惑な存在になるなんて、無能すぎて迷惑な僕と大違いですね。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしよろしければ他の動画も見てください。では次の動画で会いましょう。